こんにちは、速稼塾の久保です。全国3000万人のアルマーニファンの皆様、大変です。これが私の好きなアルマーニのネックレス。これアルマーニのこれね、ポロシャツです。まだまだあるんですけども、それを自慢したいわけじゃないんですよ。今回ですね、アマゾンプライムから、アルマーニのついにですね、旅行バッグ、セカンドバッグ、なんて言いますかね、ボストンバッグが届きました。見てください、これですね。アルマーニのね、 EA7 って書いてますよね、エンポリオアルマーニで。この通販で買ってみたのコーナーでこれを紹介していいのかどうか、はなはだ疑問なんですけども、まあこういう風に届きました。で、私が思うのは、アルマーニの商品がこんなね、生で届くのかなと思ってるんですよ。で、ラベルがついてるんですよね。確かにラベルがついてる。でもちょっとね、私がね、ずっとアルマーニの商品買い続けてきて、こういう風に届くのは初めてですね。で、アマゾンなんで間違いないだろうと思ってるんですよ。 EA7 エンポリオアルマーニ EA7 メンズバッグ、ボストンバッグ、ブラック並行輸入品、うん、なんですけども、価格がちょっとおかしいんですよ。これね、8300円なんですよ。ちょっとね、8300円っていうのを確認して私が購入したんですけども、確かこのバッグ8300円なわけないわな。とこのポロシャツも12,800円なんですよ。こっちの方が安いの？と。で、ペラペラ？なんだこれは？と。今まで手にしたアルマーニとは全く違う。って私が思ってるだけなんですよ。アマゾンで買いましたからね。間違いないでしょうね、きっと。なんでしょうね、これ。フォンターナの商品をお買い上げいただきありがとうございました。要するに、アマゾンというプラットフォームを使ったフォンターナという会社の商品なんですよ。で、並行輸入品、うん、これどうですかね、皆さんね、どう考えればいいんでしょうか、どういうふうに考えればいいんでしょうか。これはなんかね、いいんでしょうか。なんか違うような気がするな、これ。インドネシアって書いてる。インドネシアから並行輸入ということで届きました。アルマーニってインドネシアの会社だったんですかね。もしくはインドネシアで作ってアルマーニの認定を受けて販売している商品なんですかね。にしては8300円っていうのはちょっと考えにくいかなと思うんですけども、まあ、8300円でね、安いなと思って買ったのは買ったんですけども、うん、届いてみると、あれ？こんな包装なの？みたいなね、ちょっと疑問が大いに残る買い物でございました。もしかしたらこれはあれかもしれない。あれかも。使いますけどね、使わせていただきます。それでは失礼します。